こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はですね、サラリーマン YouTuber J のコーナーでちょっとね、お話しするのに、なんかちょっとこう適当じゃないかもしれませんけども、まあお話ししましょう。それはですね、ビジネスの立て方ということで、ちょっと今日はデリケートなテーマなんでね、一部ねどうしようかなと思ったわけなんですけども、この方はですね、ちょっと素性はほとんど明かさないまんま、このままお話しさせていただきます。いつもね、私の動画をご覧いただいて、メールをいただく方なんですよ。でこの方は生活保護を受けてらっしゃる方です。で生活保護を受けてらっしゃって、でそのことをね、周りのご近所の方とかは知ってる方と知らない方が半々ぐらいでいるそうなんですよ。でそこについてはものすごく周りの方もね、理解してくださってて、最初はね、やっぱりこうお互いどうすればいいのか分かんないような距離感だったらしいんですけども、関わっていく中で、生活保護の方でも一生懸命生きてんだなっていうことと、なんかねこう仲良くなったんですよね、一言で言うと。その中でこの生活保護の方を仮に A さんと言いますけども、 A さんは結構ね、切り詰めた暮らしの中で本当に苦しい中やってらっしゃったんですけども、だんだんと地域の方とも打ち解けてきてですね、それこそ最初からうまくいったわけじゃないんですよ。最初はやっぱり自分は生活保護だからっていう、この自責の念と言いますかね、その遠慮というか、一つの考え方でなかなか周りの方と融和できなかったらしいんですけども、徐々に時間をかけていろんなことがあってね、今みたいに仲良くなっていったそうなんですよ。そのいきさつはちょっと長くなりますので、ここで割愛しますけども、最初はやっぱりうまくいかなかった、そしてお互いに思い煩うところがあったけども、時間をかけて仲良くなったっていう下地があるっていうことでございます。これが一つですね。で二つ目なんですけども、やっぱり生活が苦しいんで、いろんな YouTube を見る中で私とのね、対話が始まったわけなんですよ。でメールをいただいて、その方の状況をいろいろ聞く中でですね、私は一つの提案をしました。じゃあ周りの方にね、何かビジネスを提案していったらどうですかと、そしたらその方は、私は何も特殊なことができませんと、今までいろんなことを習い事もしなかったし、それは車の免許も持ってないですと、でもちろん車も持ってないし、何をどうすればいいのか分かんないんですってことだったんですよ。でそこで私はそれだって言ったんですよ。で何がですかって言ったら、車ですよ車っていうふうにお話したんですよ。車ってどうしたんです？あのね、近所の方に対して洗車のサービスを1台500円から始めてみてはいかがですかってことでお話したんですよ。そしたら、最初はとてもそんなことできませんと、お金をいただきながらね、何かをさせてもらうなんてって言われてたんですけども、大丈夫ですよと、結局は誰かに何かを頼むとき、お金を払うっていう暮らしの中で多くの方は生きています。お金をもらうことが申し訳ないというのは、申し訳ないレベルの仕事をしてるとそう感じるんじゃないですかっていうようなことをね、ずっと傷つけないようにお話をしながらね、洗車のビジネスをすることを結局はね、スタートするように、励ましていったんですよね。そうするとですね、いきなりすぐには勇気を起こす行動ができなかったんですけども、私はですね、じゃあチラシの書き方はこうでとかね、でそれをまずはポスティングをするよりも先に、手渡しをしてみてください。手渡しをしながら、ご近所の方のために何か役に立てることがないかなと思ったんで、こういうことをしました。でも無料だったら皆さん気を使って頼んでこないと思うんで、とりあえず私ね、500円って値段をつけさせてもらいましたんで、車はね、500円で外側だけ洗車させてもらえませんかってことをね、呼びかけていったらしいんですよ。そうするとね、最初ね、洗車をしないといけないしないといけないと思いながらも頼めなかった方が、今寒い時期でもありますんでね、じゃあ申し訳ないけども一回やってもらえるってことで、なんかね、3人ぐらいの方がその手渡しをするチラシの中でね、その週の間に、1週間以内に3人の方が申し込んできたらしいんですよ。でむちゃくちゃ感動してですね、で私のところに連絡してくれたんですよね。だから頼まなければ可能性ないけど、頼んでみたところで全員に断られても何もないでしょって、元々の状態が続くだけでしょって、で今回3人の方に、じゃあ500円で洗車お願いしますねって言われたんだから、よかったじゃないですかと。で洗車道具はって言ったら、いつも使ってるのがあるから使ってって、必ず車を持ってる方は洗車道具ありますんで、これを使ってって言ってきますからって言ったら、道具もいらないんですよね。で使うのは駐車場から伸びている共同の水道とかね、それがなくっても別に水道は、大抵ね、生活困窮でも多分あると思うんで、水道を使ってやりますと。でさすがに500円もらったら水道代ぐらいは出ますんでね、であとは車をね、30分なり1時間かけて
綺麗に心を込めて洗車するだけだということですよね。でね、やっぱり車に傷をつけてしまうとかね、なんか破損があるとかっていうのがあるんで、これは一定の信頼関係と、あとは道具を借りれるっていうところが大事なんですよ。あとね、あまりにも高級車頼んでこないんですよ。まあですんで、皆さんね、頼まれてきたのは中古の10年落ちぐらいの軽だったそうです。最初車種とかも聞いたんですけどね、まあそういうふうにその車の裏にはそのナンバーのところにね、車種が書いてあるから、それをちょっと教えてくださいって感じでいろいろ聞きながら、あ、これは7年前のこれですねとか12年前のこれですねみたいな感じでね、まあ、これだったら最初から結構傷ついてませんかって言ったら、まあはっきり言ってあんまり綺麗な状態の車ではないけども、500円の洗車だったら安いし、何よりも寒い時期なんで自分でできないからお願いしますってことだったらしいんですよ。で、そういうふうにしてまず最初はね、1500円をゲットしたということだったんですよ、うん、これすごくないですか。やっぱね、生活保護の方が1500円の収入を得るっていうのはものすごい感動だと思いますし、でね、これには後日談があって、それをしたことによってね、お互いの信頼関係がさらに高まったそうなんですよ。ものすごく丁寧にやってくれて、すごく満足したと、うん、これだったらガソリンスタンドの洗車機なんかに絶対入れないっていうふうになったらしいんですよ。だから仕事をすることによって信頼関係が強くなって、もうちょっとお金を払って、払いますんでやってくれませんかっていうふうな依頼につながったらしいんですよ。500円だったらさすがに申し訳ないんで、もう道具も使っていただいてね、で1000円でこれからお願いしてもいいって感じで、月に1回ぐらい、毎月じゃないかもしれないけども、これからもお願いしますということだったんですよ。で、3名の方っていうのが、まあ、常連客に最初になったらしいんですよね。でまだなんですけども、今後はこれがね、5名になり、まあ10名になるかどうか分かんないですけども、ちょっとは増えるんじゃないかなと思います。まあなんせね、地域の方限定なんで、じゃあ月間で100人のお客さん来るかって、これ絶対来ないと思うんですよ。まあせいぜい増えて10人いかないぐらいだと思うんですよね。それこそこのご近所の1区画の方だけなんで、で全員が取れるとも思いませんし、ただやっぱりずっとゼロでビジネスってものが自分には無理だと思った方が、少額であろうとも何らかのビジネスが始められたことってのは大きな一歩だと思うんですよ、うん、だから自分の持てる環境の中で何だったらできるのか、どんなことだったら求められるのかっていうことを、やっぱりね、自分一人で考えられなかったら私なんかを利用していただいて、まあ、どうすればいいでしょうかってことで、今こういう状況でこういう形なんですってことをね、お知らせいただければ何がしか見つかると思うんですよ。かくいう私も訪問販売をやってました。訪問販売っていうのはまずね、その家に何が求められてるかってことを、家の周りをぐるっと一軒の家を回るんですよ。でいろいろ見た結果、よし、この仕事だったらこの人は頼んでくれそうだなということなんで、その業者になりきるわけですよね。まあ、例えば溝がものすごく汚れていて、ゴミとかね、ペットボトルとかビニールとか散乱していて詰まってるみたいなところを見かけたら、やっぱりね、こう溝掃除のメンテナンスをするということでお話を進めていくために、この辺のね、溝掃除を順番にやってるんですけどもと、うん、広島住宅設備ですって形でね、訪問するんですね。まあそうするとずっとこれ手がつけられなくって、で町内会のね、近所の人が集まる時でも掃除がなかなかここだけできないんですって、業者さんにやってもらったら安心だわっていうことでね、でこれは8000円になりますけどもよろしいですって形でやらせてもらうみたいな感じだったんですよね。でまあ8000円で溝掃除やらせてもらって、溝掃除はだいたいね、30分から1時間ぐらいで終わりますんで、結構割がいい仕事だと思うんですよ。で領収書をお渡しして終了するみたいな感じだったんですよね。だから訪問販売っていうのはこっちから決まった商品がないですから、多分これだったら仕事になるだろうなってものをその場で決めるんですよね。でその一つが網戸だったり、その一つが駐車場の整備だったり、まあ犬小屋の解体だったりするわけなんですけどね。草取りももちろんありました、うん、まあ今回ね、私の体験と、あとはその A さんという方がね、生活保護を受けていらっしゃる中で、まあ1500円ですけどもね、プラスアルファのお給料をいただいて、で仕事をしたがゆえに周りの人との信頼関係がさらに強くなったというね、まあそういう例もお話しました。で今度オーダーが来るときは1000円でその3名の方は頼まれるそうなんですけども、うん、でこれにはね、後日談がありまして、その洗車を頼んだ3名の方が3名の方で仲良くなったんですよ。これは今まで直接お話しすることはあんまりなかったけども、 A さんを通じて、あなたもあそこにお願いしたのねってことで3人が仲良くなって、で3人で申し合わせて、じゃあ1000円ずつにしようっていうふうに決めて、で A さんのところに今度お願いするときは1000円でお願いしますっていうふうになったそうなんですよ。そういうふうにね、お客様の方から値上げを提案してくるっていうのはね、これだから
500円でやってもらったけども1000円分の仕事だから、だから1000円きっちり払いたいなっていう風なね、そういう風な信頼関係にまで、こう昇華させた一つの例かなと思うんですよね、うん、もっと多く払いたいっていう気持ちっていうのはやっぱりね、高いレベルのサービスをいただいたら人っていうのはそう思う人がいるんですよね、きっとね、うん、まあちょっと例は悪いですけども、キャバクラとかに行って接客サービスが良かったらもう一本ボトル入れていくっていう風な感じでお客さんの方からね言ってくる場合がありますからね、うん、まあまあちょっとキャバクラと比べてもねちょっとおかしいかもしれませんけど、はい、私の場合はキャバクラの場合はそうでしたね。あまりにもいい時間過ごさせてもらったら帰り際に一本ボトル入れて帰るみたいなね、これ残ったみんなで飲んでって感じでオーダーして自分は会計して帰るみたいなこともね、うん、ありましたけどもね、はい、懐かしいことです。もうねお酒の席には一切これからも行かないと思いますけどね、はい、私の家族の仲いい時間っていうのはねもうキャバクラに行くよりも、うん、なんか嬉しいもんですからね、はい、ではサラリーマン YouTuber J のコーナーでございました。